始まりました。新作おすすめランキング、映画評論家の森直人と申します。そして映画ジャーナリスト上甲信です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。第9回目ということで、はい、その週劇場公開になる新作の中から、我々助さんと僕が両方鑑賞済みの作品に絞って独断の合規制で毎週ベスト3を勝手に決めていこうという大変不遜な企画でございますということなんですけど、9月になりましたね。あのさ、前の収録の時さ、クソ暑かったでしょ。うん、今日ちょっと涼しい。涼しいです。羽織ってるんだけど、ま、前はもうまだ汗が出てる感じで収録したので、それでさ、その2回分の動画を、まあ、自分で見てみたら、僕ねやっぱりね暑さでちょっと頭やられてた。やられてた、はい、あのね今なんかフォローしたいんだけど、藤子 F 不二雄ミュージアムに行った話したじゃないですか。前振りで、あれで50周年って言ってるんだけど、はい、僕の頭の中では、うん、ドラえもん50周年なんですよ、はい、でもドラえもんっていう言葉が出てないの。だからあの、ね、ミュージアム50周年みたいに聞こえるなとか思って、こいつ何言ってんだって自分で思ったの。とかあと2週目初日のさ日付間違えてたもんな。あ、そうですね。でジョさんがそう突っ込んでくれてんだけど、うん、僕よく分かってないな。え、何言ってんのみたいな感じになってて、まあ、ひどいなと思って。いや大丈夫です。すいませんでした。まあ、暑さのせいでということで、はい、今日は大丈夫。というわけで今回は9月4日5日公開の新作ベスト3ということで合ってるかな。合ってます。4日5日です。はい、合ってます。はい、まずはね、そうそう、あの活名シネマクラブのその本ライン、インライン、はい、メインラインで取り上げる作品は省くって言われるでしょ。そうですね、はい、で今回ちょっとあるんですよね。はい、人数の街です、ね。うん、はい、あのまず、人数の街、これはもうだからほぼ同じタイミングで動画流れると思うんですけども、そうですね、はい、同じ日だと思います。はい、あの荒木慎二監督を呼びして、あとあの映画ライターの翔さんでも、はい、あの前半入ってもらってがっつり喋りましたんで、あの僕大好きな作品です。ぜひ、そちらをご覧ください。はい、あとチラシだけど、あの眠る虫ね、はい、あの昨年のムジクラップグランプリ作で、はい、僕もあのグランプリに押したんですけども、はい、あの監督の金子由里奈さんが、はい、出ていただいて、そうですね、次永理恵さんの MC、はい、金子修介監督のね、娘さんということで、はい、大変楽しみにしてるの、ね、の方なので。金子監督、立命館、そうです、同じ出たばっかり、出たばっかり、あの、はい、ジョさんの後輩に当たりますよね。はい、ちなみにあの、あれじゃ、たまちゃんこと平井たまおさんも立命館ということで、そうですね、しかしもう今東京にも結構近いところにね、はい、まあ、彼女はあの途中で辞めて、はい、中退で来てね、はい、役者やられてる、まあ、偉いなって感じなんですけど、まあまあ、なので今回はその人数の街眠る虫という、まあ、素晴らしいタイトルを除いてのベスト3なので、でも結構強い、すごいのがね。だから最初さ、ちゃんと揃うかなとか言ってたら、はい、めっちゃ強力な3本が揃って、すごい3本が揃いました。今回どれ1位相当3本よね。どれ1位でも全然いいよな。逆にあの順番なしでも全然、もう好みだけ、そうです、好みだけ、うん、うん、行きますか。行きますか、はい。では早速行きましょう。はい、まず今週の第3位、はい、僕たちの嘘と真実、ドキュメンタリーオブ欅坂46でございます。はい、チラシです。あ、ありました。はい、はい、監督がね、高橋英樹さんで、これは死者ギリギリのタイミングで、ね、ギリギリですね、残ってて見といてよかったですよね。そうです、まあ、森さんの、提案でこちらはいかがですかって、そうそうそう、私最初聞いたのはややびっくりしました。いや、それね、なぜ言ったかというと、はい、ジョさんが AKB ドキュメンタリー結構見てるって前言ってたから、あ、全て見ました。48シリーズと坂道シリーズ全部見ました。全部見てるのか、はいはい、じゃあさ、ジョさんから提案してくれてもよかったぐらいじゃないですか。そうです、でも普通に勝手に死者がないな、こういう映画があんまり、ね、と思っちゃったので、うそう、そして実はちょっとギリギリ残ってたから、はい、うん、急遽行きましょうとってね、いや、行けたんだ。すごい映画見ましたね。だからさ、はい、
同じあの高橋英樹監督のさ、あの AKB ドキュメンタリーシリーズ第2弾の、はい、第2弾のね、ショーガストゴーの少女たちは傷つきながら夢を見るか、はい、あれ2012年で、あれが映画マニア的にもそうですね結構話題になった、仁義なき戦いですね、あれは。あ、そうなんです、はい、あのよく言われてるけど、あの戦争映画みたいな言い方もされたやつで、まあ、苛烈なね、はい、そうです。しかもその仁義なき戦いは戦後ですけども、はい、あれは東日本大震災311を受けた AKB の活動がある時期で、はい、あと総選挙ね、総選挙ですね、前田敦子さんが、いや、やっぱりあの辺が、うん、私は別にあのアイドルグループに対して、そのアイドルに対して、うん、あとアイドル文化に対してそこまで、うん、あのそんなに関心を持ってないんですけど、持ってない、やっぱり周りが、うん、あの特にあの2010年あたりが、うん、だって別にちゃんとチェックしなくても入るじゃないですか、 AKB の情報が、まあ、すごかったからね。そうですね、うん、あんまりにもあの盛り上がっているから社会現象になっているので、うん、まあ、あの勉強気分でやっぱり見た方がいいなと思って見始めたら、うん、やっぱ面白い作品がたくさんあるなと思うんです。逆にあのそういうドキュメンタリー、あの AKB48 あの8 of そういうドキュメンタリーの方がなんかファン向けよりはやっぱり一般の方向けじゃないかなとずっと思っていますね、うん、いわゆるファンサービスの映像はそこまで多くないんで、確かに、うん、より客観的な視点から、うん、あの そうね、そういうアイドルグループを、うん、あの描くっていうことじゃないですか、うん、今回もまさにそんな通りで、そうですよね。でもさ、やっぱりその今おっしゃったように、まずはさ、そのこのドキュメンタリーシリーズの特異性っていうのがそこですよね。まあそれは AKB のあるシステムっていうのが、はい、あの総選挙を含めたシステムっていうのがある種本当にあの時代に社会現象レベルになった。でこ の, あの第2作の、少女は傷つきながら夢を見るっていうのは、あの前田敦子さんが大島優子さんからあの1位の座を奪還した時 で、ね、はい、あの私のことは嫌いでも AKB のことは嫌いにならないでくださいの名言を、はい、生んだ回を収めている映画で、はい、まあ、あの名言からはね、あの社会学者の浜野聡さんの前田敦子はキリストを超えたっていう本を生んだからね、はい、だからそういう流れよね、うんうん、でもさ、あの周りからって今カメラマンのさ、しゅんさんが欅坂 の、はい、Tシャツ着てるよ、はい、これはファンじゃないの普通、うん、ファンですね。やっぱり周りあの特にあの中華圏も、うん、AKB に対する関心度半端ないんですよ。だよね、はい、それちょっとお聞きしたかったんですけど、はい、やっぱりすごい、ね、すごいですね、うん、でだって選挙じゃないですか、投票しないといけないんですか、はい、うん、でわざわざ海外から CD を何千枚買って投票、中国票っていう言い方もあるんじゃないですか。中国票はね、はいはい、中国票何票で、そこがすごい、じゃあ推し面もいたりっていう部分がある、ね、はい、うん、だからね、僕もあの辺からいろいろ出てきたアイドルドキュメンタリーはある時期まで結構追いかけてたんですよ。あのビッシュなるビスのあのアイドルキャノンボールとか、ね、うん、あれも傑作ですね。面白いね。たださ、その総選挙っていうあれに代表されるように、はい、まあ、どれもさ、アイドルの子たち、もしくはそのオーディション段階 の、はい、あの参加してる子たちの苛烈な生存競争みたいな主題が、まあ、言ったらあまりにも続いてたでしょ、うん、だからここ数年はちょっとこのジャンルから距離を置いてたんですよ、僕は逆に、はい、でもその欅坂のは見たかったのよ。それは なんでですか。なんでかって言ったら、やっぱりその欅坂自体の異色感ですよね。そうです。それは本当に私も感じてて、別に特にあのいろいろチェックしたわけではないんですけど、うん、でもまあ、あの番組とか見たりとか、横目で見てて、ね、そうそう、失礼ですけど、あの全然違うなと。まずヒリヒリしてるもんね。楽曲もダンスもハードだしね。全然違う感じは、それこそ不協和音ですよ。不協和音だな。不協和音ですよ。和音ね。はい、曲のタイトル。はい、そもそもね、あの思い出した、あのデビュー曲の「サイレントマジョリティ」っていう あったじゃん、はい、あれも、MV を見た時にこれ完全にラブ&ポップじゃんって思ったのよ、はい、あの1998年に庵野秀明監督が、はい、村上龍さんの小説を、まあ、撮ったやつで、デジカムで撮ってるね、あの家庭用のハンディカムで、実写映画化したラブ&ポップと同じ渋谷川を歩くシーンがあの、V の中にあるのよ。でそうして思えば欅坂の世界ってめちゃめちゃ庵野秀明感強いなと思って、あのエヴァ感も強いでしょ、太鼓 の、はい、あの感じとか、うん、
であの辺のだから90年代っぽい暗さをイメージコンセプトに延長してきてる感じがあるのよなっていうのは、なんとなくこう、うん、あの伝わってきたので、まあ、興味はすごくありましたよね。そうですね、うん、それであの実際見たらやっぱ AKB ドキュメンタリーまた違った。そうですね。やっぱりあの木本先生がすごいプロデュース力だなって。だから毎回そうだな、はい、また違うコンセプトのものをこう、はい、がっちり構築されてるっていうのは、うんうん、僕とか世代的に言うと中学の時おにゃんこクラブから始まってるから、はい、どんだけ長い間、まあ、これをやり続けてるずっと最前線にすごい、はい、そうどこれ自体どうご覧になりましたこの映画自体ジョーさん。いやまあさっきも少し話した、まあ、不協和音の話もありました、うん、やっぱり、はい、あの今回欅坂に関して、まあ、私個人的にもそのドキュメンタリーを見る前に、うん、平手友梨奈さんに対して、はいまあ、ずっと謎的な存在じゃないですか。謎でした、ねはい、映画を見た後も謎、まだ謎ですね、謎ですね、うん、いわゆる結構、まあ、霧島的な映画ですよ。ここに書いてある。私も書いてる。霧島ですよ。これ確実にさ、だから、うん、2人が霧島を思い出したってことは、はい、完全に監督意識してる。そう意識してて、うん、なんか実際本人がこの映画の中で登場してないんじゃないですか、うん、で映像の中に登場してるんですけど、はい、あくまでは過去の映像なので現在の証言者としては、まあ、脱退してるって線もあるけど、はい、出てない不在の主人公なんで、はい、不在のセンターっていう言い方か、うん、あともう一つ、まあ、不協和音と感じたのは、うん、アイドルの中で戦争感がないっていうところも結構感じました。それね僕も、はい、あのさっき言った生存競争との違いの大きなポイントで、はい、この方はグループよね、はい、完全に、はい、その個々が云々っていうところに焦点当たってないです、ねうん、これは多分おそらく平手友梨奈っていう絶対的な存在の人がいるからこそだって映画の中で結構いろんな方があのインタビューを受けていろいろ話したじゃないですか、はいはい、それは平手友梨奈へのなんか憧れっていうか それも本当にそういう実感ですよ。あのなんか映画の中で我々が考えているあの問題はトラブルとかは、うん、平手さんはもう考えてないトラブルとして考えてるっていうセリフもあるんじゃない。それぐらいのなんかグループ内の、あの差っていうか多分失礼ですけど、まあ、別格というか、うん、今まではあの48シリーズとかあの坂道シリーズの中ではないんじゃないかなと思うんですよ、ね、要するにさ1位が変わるっていう世界だったわけでしょ、はい、その AKB っていうのは、はい、だから誰がこの下位にいた人も上がってきてトップにセンターに立てるチャンスがあるっていう世界だったと思うんですけど、はい、この欅坂の構造っていうのはまず平手友梨奈ありきっていうところで、であの脱退しちゃったら解明するっていう流れにね、うん、あのコロナも重なったりします。それぐらいな感じだから、うん、っていうふうにあの、はい、やや外野の人間としてはほーって思いましたよね、うん、でさもうだからその意味でもこれまで僕あのいろいろ見てきたアイドルドキュメンタリーとも一線画してるしもう普通に見てよ、はい、なんか本格的なダンスパフォーマンスグループの王道のバックステージものっていう感じもなかった。 あります。結局言ったらそうよ。そうです、はい、でデビューからの5年間丸ごと入ってるでしょ、はい、でこの辺のさ波乱のリアルストーリー感ってあのバンドドキュメンタリーに近いのよ。近いですね、うん、構造としては、はい、だからさむしろこれ本当にあの王道の強さがあるなって思った映画なんですよ。そうですね、一つは、はい、うん、でそれを支えてるのがやっぱり霧島的構造。本当にもう、うん、高橋さんのも絶対最初から意識、問題もそういう感じじゃないですか、質問を。あ、そう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 、うん、完全に、はい、あの不在のセンターを巡って、はい、あなたはどう思う、あなたはどうするっていう、はい、うん、いやでしかもあの平手さんはたびたび休むんじゃないですか、ライブが休業で。だからあの不安定な感じですよね、はい、これはまあかなり、はい、あの有名な話なわけですけど、はい、やっぱりこうちょっと別格的な天才肌だからこそこうすごく不安定になっていく、はい、その彼女の存在の大きさっていうのがもうバリバリ出て、まあ、ステージからの転落した事故は幕張メッセかな、はい、2018年の、うん、あれ何回も結構、うん、はい、ね、やっぱ象徴的なシーンとして謎ですね、うん、事件としてもうバンバンバンとこうポイントで入ってきたよね。でその存在の大きさとその欠落を受けて残ったメンバーでいかに乗り越えていくかっていう課題が浮かび上がってきて、しかも皮肉にもアフターコロナ問題がこう重なってくるっていう、
すごい5年間。そう、しかももともと4月公開らしく、で今9月公開になることはやっぱりもうあの5年間っていう7月 の, あの名前は変わるっていうことあれが入ったっ入ったんですよね。だからより、より完成したっていう感じは、あの皮肉にもくしくにっていうね、はい、そうですね、うん、あとこのタイトルね、僕たちの僕の使い方も不協和音だなと思うんですね、うん、そうですね、はい、まあ実際その僕っていう一人称を、まあ、平手さんに当ててるっていうのもすごくあると思うんですけども、はい、この嘘と真実っていうのも意味ありげな、うん、ちょっとぼやっとしてるところもあるって、まだつかめてないあのタイトルではあるんですけども、はい、うん、なんかでもそのさっき言ったある種の空白の中心をめぐって何かこの真あの事実真実みたいなものが回っているというイメージはつかめますよ、ね、はい、うん、これね、だからいや本当傑作、高橋英樹監督もあのさっきあのジョさんがユリイカの大林の特集を持ってるのをちょっとちらっと見ましたけど、あれにも寄稿されてる、寄稿されましたね、あの昔あの大林氏映画との出会いからいろいろ願われた学園を5回ぐらい見ましたと書いています。 あ、はい、あの前出ていただいたの樋口直文さん責任編集のフィルムメーカーズにも高橋英樹さんはすごく良い論考を執筆されていて、はい、だから大林チルドレンの一人なんですよ ね、 そうですね、はい、でこういう形で受け継いでおられるっていうのは面白いですよね。面白いですね、うん、やっぱり80年代がアイドル文化、うん、まあ発端っていうか、まあ、そこから盛り上がっていて、うん、今は新しい形進化するっていう流れだから、より多分高橋監督はあのより広くそういう視野を入れていろいろなんか描ける作品がたくさん作られたの で、 で、ね、あの本当にあの一般の方もぜひこれを見れたら、うん、だってね、はい、言ったらうちらもその一般の一般の方目線ですよ、はいはい、完全にこれはで素晴らしいなと思いましたから、ね、すごくおすすめですよ、ね、そうですね、はい、まあ話題作、話題作枠でも素晴らし、はい、あのバッチリですし、ぜひご覧くださいということで、はい、次はじゃあ第2位、第2位、はい、いきますか、はい、第2位は、ジョナヒル監督のミッドナインティーズです、はい、ここにあります、はい、あの人気スタジオ A24 の作品で、まあ、ご存知人気俳優のもう人気俳優、はい、ジョナヒルさんがご自身の少年時代の経験をもとに、まあ、90年代半ばのこのままね、はい、タイトル通り、まあ、ロサンゼルス LA でスケートボーダーのチームに接近してこう仲間に入れてもらうっていう13歳の少年スティービー君の、まあ、多感な思春期模様を描いた作品なんですが、これはね僕ねめちゃくちゃ好きですね。そうですね、もう森さんあの番組収録結構前からいろいろ、はい、これね、はい、ちょっと待って、でもね僕正直ね、はい、割とこの時代のこの感じってノスタルジーも絡んでくるから喋り出すと長い気がするんで、はい、さっきジョサーの感想聞きたいんだけどどう見た、やっぱりまあ今回これから発表する1位の作品もつながっているんですけど、すごい近い、スケートボード文化が独特で、独特ですね、なんかそういう特にサーフィンと似てるんですよ、あのルーツがね同じでなんですよ、その、はい、70年代のカリフォルニアからこうサーファー文化からこう派生して生まれてきたのがスケーター文化、一回なんか自分を壊してももう一回立て直すっていう気持ちがこの映画の中にずっと感じているので、うん、あ、まあ、ここに立ち上がれ何度でもっていうコピーもあるし、なるほどな、こういう、うん、まさに森さんがおっしゃったように多分監督もそういうかあの感情も83年生まれ、うん、そう若い、若い、まあ、90年代は、うん、まあ、ちょうど多分自分の青春期とかぶ、実はね、それもちょっと触れたくて、はい、僕ね、71年じゃん、はい、83だと一回り違うのよ、そうです、ね、だからジョナヒルさんってね、早熟なのよ、早熟、早熟、だからあの、これもちょっと後で話そう、詳しく、はい、そのラグについて、そうですね、うん、まあ、90年代ってあの有名なキッズがあるんじゃないですか、そう、あのラリー・クラーク監督、ね、ハーモニー・コリン脚本、はい、クロエ・セビニー主演という、今からしたらすごいメンツで作った95年かな、あのつながりでもありますし、うん、あと、はい、ロード・オブ・ドッグ・ダンのセット・ボーイも、まあ、まさに私あの前は実はあのこの2作も全部見ましたけど、そこまでそういうつながりとかちゃんと調べてないんですけど、うん、今回これを見て改めて調べたら、もう完全に今スケートボード文化にすごく興味を持って、うん、
っていて、いろいろなんかもさらに勉強したいなっていう。もともとだってスポーツ詳しいもんね。そうですけど、なんかでもあのやっぱりここまでなんかあの中国は影響されてないんでしょう。そうかそうか、はいはい、うん、しかもスケートボードは中国多分ダメなんですよ。あ、やっぱストリートで、あー、ストリート滑っちゃダメなのね。危ないからとか言われて、あ、だから、はい、そこは根付いてないところ。警察の方すぐ来るの。はい、なるほどね、はい、じゃあちょっとあいいですか、はいはい、いやそう、でもやっぱりさっき聞いてよかった、はい、あのすごいあの素晴らしいことをおっしゃっていただいて、はい、そこに絡めて言いますけども、はい、まずね、あのそう、まず90年代ってことから言うと、はい、そうね、あの90年代ってディケードもまあすっかり歴史化されまして、はい、あの当時を舞台にした青春映画っていうのもまあちょいちょいね、はい、作られるようになってきた今日この頃なんですよ、はい、まあ、例えばあの A24 作品で言ったらホットサマーナイツとか、あ、はい、まあ、あのマーベルとかでもキャプテンマーベルもさ95年が舞台になってた、あのビデオ屋のブロックバスターというビデオ屋のシーンがあったりするぐらいで、あの時代がもう結構ね、もう一つの最近確かには90年代へのもうノスタルジアの作品は、そうそうそう、まあ、ノストラリアの時代に入ったから入ったの、完全にね、もう完全に入ったなと思って、はい、でね、どれもこう好きなんですけど、ただね90年代感に関して言えばやっぱりどれもかき割りっていうあのだなっていうのは正直あるんですよ、はい、もうしょうがないけど時代劇っていうことを作るわけだから、はい、でもねその点このミッドナインティーズに関してはいや素晴らしい、その時代感 の、 再あのスクリーンへの再構築再現っていう、あの本当血肉化血肉化された90年代という気がしたんですよ。でもちろんその90年代って言ってもいろいろあって、それはあのジョさんがおっしゃってくれたあのそこなんですよ。この映画の場合はそのストリートカルチャーって呼ばれるクラスターなんですよね。で当時その中心思想的な位置にあったのがスケーター文化なのよ。でそれはもうねスケボー滑れるかどうかとか関係ない、関係ない、滑れないから、はいはい、うちの息子はあのブレードボードっていうのをね、はい、こうやってて息子の方が滑れるからね。でもあの、ね、当時はその情報としてのスケーター文化っていうのが ものすごいあって、ある種基礎教養みたいなものとして僕受け取ってたのよ。だからあのさっき言ったロード・オブ・ドッグ・タウン、はい、あの劇映画された G ボーイズっていうのね、はい、あの70年代半ばその、ね、うん、カリフォルニアのベニスビーチから出てきた、はい、あの伝説のオリジナルスケーターチームなんですけど、はい、そのステーシー・ペラルタ、ジェイ・アダムズ、トニー・アルバっていうのも、まあ、当時入ってきた、ね、インプットされた知識なんですよ、はい、あの情報的にですよ、はい、でね、あのジョナヒルさんっていうのはこれまでもそのカルチャーファッション好き芸人みたいな感じで結構その辺好きなんですっていう、なんかさ割と冴えない役を演じることとかも多かったから、多いですね、はい、ね、多いじゃん、はい、あの スーパーバットもそうだし、あとなんだあのウルフォブウォールストリートとかもそうじゃん、はい、だけどあの実はこういう感じのが好きなんですっていう発言言及はいろいろあったんですけど、それもね、エセじゃなく本物だなっていうのはこの映画で本当思いました。でね、それ一番リアルに分かるのがあの選曲なんですよ、はい、あのね、オルタナティブロックとハードコアパンクとヒップホップの3つのジャンルが混ざってるんですよ。でこれがめちゃめちゃ90年代っぽい、もう何言ってるかって思うかもしれないけど、90年代の音楽そうでもね、これがでもね、だんだんヒップホップしか多分かからなくなってくるのよ、時代とともに。でそれ以前っていうのはロックなんですよ、あの G ボーイズとかブラックサバスとかで全てだから、だからあのね、この3つのジャンルが混濁してる感じの選曲にしてるっていうのはもうめちゃめちゃあリアルに体験してる感じっていうのがまず分かる。であのさっきおっしゃったキッズのように、はい、これスーパー16ミリで撮ってる、そうですね、はい、撮ってるんです。でだから本当に95年に撮られたような映像に仕上げてるわけ。いや、それは相当覚悟というか、そう、はい、研究もあるし、はい、あのまあ、本当に好きなんよ ね、だから、はい、ハイエイトの魚眼レンズとかも使ってて、あれは完全スケータービデオの定番で作ってるんですけども、じゃあこれね、僕この覚悟は何なのかと思った時に、ジョージ・ルーカスにとってのアメリカン・グラフィティだと思ったんですよ。なるほど。っていうのはあれはルーカスがあの青春を過ごした1962年のカリフォルニアを舞台に、当時彼が実際によく聴いてた曲を流しまくってるんですよ、はい、単純に62年のヒット曲じゃなくて50年代の曲もいっぱい入ってるっていうところがあの映画のリアルなところなんですけど、それと全く同じ、あの
知ってるやり方が、そうやり方が、うん、あの本質が同じだと思う。でさっきそのジョナヒルさんが早熟って言ったのは、はい、1983年生まれで、その13歳のスティービー君にね、これね、そうですね、1996年ですね、そのまま計算すると96年設定で、はい、あの自画像を託してるわけでしょ、はい、で僕71年だから一回り違う、はい、だからそのスパイク・ジョーンズって69年生まれなんで、はい、むしろその90年代にもストリートカルチャー発信してた世代に僕は近いんですよ。だからジョナヒルとは逆にその意味で言うと僕奥手なんですよ、ここに関して言うと。でそれなぜかというと、僕その10代の時は80年代なんですけど、その時はね同時代の文化にさほどハマってなくて、まあ、思春期特にあの天の弱根性もあって70年代、60年代、50年代とこう昔を掘っていくっていうのが僕の80年代のメインだったんですけど、90年代はその同時代文化でしっくりくるのが多かった、初めての時期なんですよ。でもグランジだったりね、であのクラスタ的には別ですけど、さっきあの欅坂で言ったあのラブ&ポップエヴァ的なものとかもまあ見てたし、エヴァも90年代、90年代からちょっとあの後半、中盤から後半って感じで入ってくるけど、でまあだからそことの、まあ、相性やノスタルジーもあってすごく好きなんですけども、ただ、時代的なことばっかり言いましたけど、これそのアメリカングラフィティって言ったように王道の青春群像でもあるでしょ。あります、うん、結構だから撮影とか編集も全部うまいです。うまいでしょ、はい、うん、あの本当にだからその時代への思い入ればかり言ったけど、はい、それがなくてもこれって結構さ、もう来るものがある物語じゃん、はい、映画として。だから、84分だから終わるとか終わります。84分か、はい、確かに尺も無駄全くなかった。そう、無駄なくないです、うん、だからその5人の仲間が、まあ、今はそのストリートとかスケートパークとかにこう集まってる祝祭の時間、はい、パーティー映画、はい、パーティー映画、ね、っていうところがパーティーの時間がある、はい、でも実はその終わった後、そう、そう祭りの後ね、はい、境遇もその家庭や個人の事情も経済状態もあと、はい、才能や能力も違うし、やがてこう道が分かれていくってこのほろ苦さがあって、これってだから次の1位に選んだ作品と全く同じ、ね、あともう一個、まあ、中国側のレビューサイトチェックしたところ、はい、一個なんかネタっていうかハーモニコリンもこの映画は一瞬出た、うん、出てんのこれ、はい、全然分からなかった。なんか お母さんと一緒にいた時はパーって一瞬出た、一瞬出てない、はいはい、その細かいところがまでいろいろ監督を、じゃあオマージュだね。オマージュです。もう一回チェックしたかったんですけど、まあ、したいな、はいはい、あそうなんだ、はい、でもそれぐらいやっぱりすごいですね。そうキッズもそうだし、出てきた時 の、 なんあのハーモニコリンの当時のアイコニック感すごかったからね、はい、A24 はでもあれだもんな、あのスプリングブレイカーズ撮ってるね、はい、うん、近年の彼の収作、まあ、A24 の人はもしかしたらもうこれからどんどん90年代のノスタルジーを作る、ね、あの時代の、そうな、好きっぽいな、そうですね、うん、しかもあれじゃん、あの自分らにとってはちょっと前の感じだから、ロマンティックでも、そうそう、活躍してる方のノスタルジーの最初のところ、ね、はい、で言ったら僕ももうそれぐらいもうもうほんとジジイになりましたっていうね世代。でもまあ、 あのすごいこういう映画が出てくるんだったらなんか、ね、いや、あの年は取るもんだ、長い気がするもんだ。これ2018年の映画だからもう90年代ですともう20年ぐらい経ったんですね。いや、そうそう、はいはい、だからもう半世紀、半世紀前、四半世紀前だから、はい、もう大昔ですよね、はい、うん、前世紀のもういわば前世紀、前世紀ですか、はい、前の世紀ですからね。まあでもあのいい作品なんで、はい、どの世代の方もぜひご覧いただきたいなと思います。ってことで、栄えある今週の第1位に行きましょうか。はい、はい、今週の第1位、行き止まりの世界に生まれてでございます。これはね、まあ、大傑作だと思う、僕は天才ですね、監督は。あれあれだ、監督ジョさんと同世代の中国人、同世代で中国人、中国出身です、ね、中国出身なの、ね、多分今アメリカ国籍かかなと思う。アメリカ人になったのかな、そうそう、調べてないで、5歳からアメリカに行ったので、そうだよね、うん、そう、中国語ちゃんと喋るかどうかちょっと分からないんですけど、あ、分からない、ね、はいはい、うん、でも実はね、監督がそうなんですよ、 はい、そのドキュメンタリーなんですけど、はい、
3人組のね、はい、あのまたスケートボーダーなんですけど、そのうちの一人がビン・リュウ、監督のビン・リュウさんって、これもすごい話なんですよ、ね、すごい話で、なんか、うん、ビン・リュウさんが調べたところ、うん、別にあの映像の勉強も最初から興味持っていなくて、なんかそういう結婚会場とか、うん、ただ撮影が好きなんで回ったり、あ、だから最初はカメラ持ってた、うん、だから昔の映像をたくさん撮った、だからさ奇跡ですよ、これ奇跡、だってあの6歳の僕が大人になるまでの進化そう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 でドキュメンタリー版ですね、そうだな、はい、だからそれちょっとじゃあ言うと、はいはい、あのそう、そのドキュメンタリーなんですけど12年間撮ってるんですよね、あの、まあ、どういうものかっていうと、あ、ちなみにあるじゃん、あの、はい、アカデミー賞長編ドキュメンタリー部門とかノミネート、あとエミー賞、エミー賞これはすごいですよ、エミー賞とアカデミー賞両方両方ダブルノミネートされてる、はい、フル出資したらしいんですよ、フール映画、はい、フール映画です、フール出てたな、そうです、出てた、出てた、はいはい、っていうことよ ね、 ね、だからこの2つが並んでるっていうのはね、はい、そうそう、でどういう映画かと、まあ、簡単に申しますと、前のね、あの大統領選の時に起きたラストベルトという、はい、まあ、アメリカの中西部から北東部に広がるもう錆びついた工業地帯にね、あのそこに位置する、まあ、中西部イリノイ州のロックフォードっていう町が舞台なんですけども、そこで育った、まあ、人種がさ3人組の男子3人組の話なんですけど、すごいですよ、人種違うっていうのがまたよくできてて、うん、それわざとですけどうまいです、まあ、だからいや絶対わざとかな、わざとだけど実際仲良かったわけよ、仲良かったです、いやこれが一番すごいのは、そんなに仲もし良くなかったらこういう映像絶対撮れないんですよそうそうそう、だからさ、はい、よくできた話、びっくりするよ、アフリカ系と、まあ、白人とその中国、アジア系、中国系の3人組で、はい、まあ、彼らはやっぱスケートボードでよく遊んでその仲間なんですけども、はい、その彼らの12年間追った、まあ、青春群像ね、はい、まあ、言ってもいい青春群像ドキュメンタリー、うん、でその監督が3人組の一人である、1989年生まれの中国出身のビン・リュウさんっていう奇跡がある、はい、でさ、あのミッドナインティーズの5人組も、まあ、ロサンゼルスのね5人組ももちろん個々の境遇の違いとか格差はあったけど、こっちはまずロックフォードっていうとこよね、はい、あのロックフォードって地名アメリカになんかいっぱいあったと思ういっぱいあったよね、あ、いっぱいあって、しかも名前もロックフォード、そうだな、はい、だからどこのロックフォードかなっていうのがあるんですけど、中西部ですね、そう、イリノイ州のロックフォードで、なんかやっぱかつてあの 自動車産業とかも盛んだったらしくて、まあ、ところがある時期から人口流出が止まらなくて、まあ、荒廃した状況が進んでいる、なんかあれよね、あのイメージで言うとやけど、同じ中西部で言ったらあのミシガンのデトロイトみたいな感じ、はい、似てますで、はい、うん、って受け取ったけどいいよね、あ、いいです、うん、多分デトロイトの方さらにもっと有名かもしれないです、有名でね、はい、あのイメージで言うとああいう感じのとこってことよね、はい、うん、でそ の, あのさロックフォードに、まあ、途中で5歳、うん、5歳で引っ越してきた、あのビン・リュウさんがカメラ回してたよな、だからそれで映画監督に実際なったっていうところ、ね、そうですね、なんかあのいろいろ調べたところ、うん、こういうあの最初の切り口は、うん、あのスケートボード好きな少年が、うん、なぜかあの少年の父親と仲悪いっていう切り口で、それをなんか企画書っていうか作っちゃって、あ、そうで、それを、うん、奇跡的にそれに似たような作品の制作会社ですよ、うんうん、あのフーブドリームズの、あ、同じ会社に、あ、会社一緒か一緒です、うん、で提出して、なるほどなるほど、そこからいろいろ始まったんですね、あのね、スティーブ・ジェームズ監督のフープドリームスと、あとスティービーに、はい、この、 あのビン・リュウさんすごく影響を受けた、ヒントをもらったって方だったんですけど、はい、会社一緒なんです、うん、じゃあそういう流れで見たのかもしれない、ね、確かに、しかもあのジェームズ監督と一緒になんか仕事もしたらしくしてんな、はい、あ、なるほど、はい、それは面白い、確かに似てるんじゃないですか、似てる、はい、構成もすごい似てる、うん、影響はがっつり受けてるんだと思う、そうですね、フープドリームスっていうのはあれよね、バスケットで、はい、あの2人の、あの2人かな、2人の、ね、青春残酷物語ですね、残酷物語、はい、あのそれでなんとかこう、はい、ゲットを抜け出ようみたいな話を、まあ、ドキュメンタリーとか4年ぐらい撮ってるよな、しかも長い、ね、長い長い、めっちゃ傑作ですけどね、はい、スティービーっていうのも、まあ、監督自身が出て、フープドリームスとだからスティービー合わせたような確かに構成だもんね、はい、完全にね、うん、で今回やっぱり一番すごいのは、
ベン・リュー監督は自分の話を映画の中に入れることを、あれはよすごい良かった。あれは、ね、すごい、いきなり自分の母親を取材するんです。してたね。これはなかなか今までドキュメンタリーの中でもめったにないとか、もうピンとこないし、だからあのいわゆるセルフドキュメンタリーの生々しさっていうのが、なんかその12年間撮ってる中で、あのちょっと独特の形で立ち上がってくるっていうあれあるよね。だからその、まあ、ずっとだからその仲間内でカメラ回してて、今はそのアメリカ社会のよどみが溜まってるような閉塞した街の現実の内部からこう映画がぐーっと立ち上がってきてるような感じ、もう徹底したその個人の視点から、まあ、ヒリしたアメリカの現実を描くっていうような、まあ、映画になってる。うん、最初 は白人の友達のいわゆる今のザックとかね、はい、ザック の、うん、ザックね、あの気持ちを、まあ、いわゆる子供となんか対処できない、あの 嫁逃げちゃったりとか、そういう、ね、奥さんはね、あの、うん、友達が一人いて、あと黒人の友達もちょっと結構いろいろ暴力を受けたりっていうことが、そうそうそう、その普遍性を自分の話を入れるっていうのが そこはやっぱりすごいなと思いました。覚悟もいろいろ、いわゆるアメリカの社会問題的な、うん、問題提起も知ったりしてて、で結構いろんなそのやっぱりドキュメンタリーなんですけど感動するシーンが多いなと思うんですね。あ、多いな、はい、多い多い。そういう黒人のキアさんが特にお父さんのお墓の前に泣くシーンが、うん、いやあれどれぐらいの親友で撮れるかなと思うんですよ。だから、はい、さっきあのジョーさんおっしゃったけど、コンセプトじゃないのよこれ、本物なのよ、はい、コンセプトでこの人種の違う3人だったらああいうシーンないよな。だから本当にこれ起こったことだっていうのはああいうシーンから分かりますよね。で逆にこういうなんか あのスケートボードに対するあのなんか描き方も良かったし、うん、でスケートボードに乗れば、うん、なんとなく逃げるっていう気持ちも描かれてい、ね、うん、いますし、結構なんか象徴的なものになっているんです。非常にそう思います、はい、なんかあのさ、うん、現代側のマイニングギャップっていう、まあ、溝とか隙間に注意って、はい、それ言ったらそのスケボーでさ、はい、まあ、この溝とか隙間とかの感じっていうのもあると思うんだけど、言ったらでも分断とか格差っていう意味と被ってくるんじゃない、はい、明らかに。でさ、そのビン・リューさんっていうのはおそらくその、なんだろう、真っ只中でこう滑り落ちないようにギャップにねカメラを回していったっていうイメージなんだけど、はい、さっきのさ、その白人のあの仲間のザックが結構落ちてるよ、結構落ちてる、落ちてるのよ。いや、なんかザックもだって最後もう自分が失敗する人も認めたじゃないですか。はい、これね、ザックはね、はい、結構切なくて、はい、彼だからさ10代の頃って3人の中でもヒーロー的存在でしょ、はい、かっこいいもんね、かっこいいあのパッと見が、いや俳優みたいな顔、そう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 、本当俳優みたいな顔なの、はい、それででもやっぱ若くしていわゆるその日本 の、 あのまあヤンキーっていう感じなのね、はい、で若くして結婚して子供ができて、で父親になる自覚からまあ少しでもマシな賃金がもらえる仕事に就こうとして、なんや高卒認定、高卒になる試験みたいなの受けるんだけど、はい、あの読み書きがほぼできない、うん、だ質問の内容もわからなかったみたいなさ、うん、あのこと言うわけですね。やっぱり お母さんがいないというところが学のそういう今のザックになってるですよね。そうで、そのまあ言ったらさ、その家庭環境とかも含めてそういう中で、まあ、ホワイトトラッシュって呼ばれる貧困層の白人の荒れた境遇みたいなもんね。でその言ったら怒りや苛立ちを転化する形で人種差別とか移民への憎悪を生むっていうさ、まああのそういうことね、トランプ大統領が当選した背景にはこういう、まあ、ラストベルトの歪んだ現実があると言われてるんですけども、そのザックの生活とか見てると、まあ、まあそうなるほどって言ったらあれだけど、致し方がない感、先が見えない不安とか閉塞に包まれたその現実の実相がもう生で出てるもん。逃げたい顔ですね。そうそうそう、うん、でどうすればなすすべなしみたいな感じで、だから苛立ちや怒りだけが募るみたいな感じじゃん。でそのさっきあのジョさんがおっしゃったことに被るんだけど、はい、ザックっていうのはまあ自分が父親になると、はい、そしたら自分が自分の父親にされたように自分の子供に厳しく当たるっていう、よかれと思って、はい、負の連鎖、負の連鎖、はい、こういうことを続けることにやっぱり社会問題ですね。これだから炎視点がもろに、はい、あのいろんな映画で語られてる、はい、あの
ことにつながっていく。だからあの今よくすごいよくあるトキシックマスキュリニティという有害な男らしさっていうのも結構典型的にこの、ザックやあの、キアやあとそのビンリュウさんのお父さん、ビンリュウさんのお母さん、あの早うちに離婚されてて、ね、はい、あの義理のお父さん、まあ、義理のお父さんの暴力を受けたんですね。ね、それはさっき言ったところで分かってくるわけよ、はいはい、でお母さんにこうシングルマザーだったお母さんにこう、まあ、連れられてあの引っ越してきて、うん、でその自分が被写体となってそのお母さんと対峙する場面もある、まあ、強烈な場面ですよね。そうですね。ビンリュウさん、うん、しかもあのスケートボードのシーンがうまいです。これ素人の人これぐらい撮れるかなとちょっと正直。そう、はい、だからさ動くシーンですよ一応。だから、はい、この普通さ、はい、こんな才能、本当に才能あるわけですよ、はい、このビンリュウさんが、うん、彼がこの3人の中にいたっていうことが、はい、まあ、奇跡、奇跡ですね、うん、これは多分一回きりの作品です、ね、いや本当そうで、はい、あの真似しようと思っても無理っていう作品になるよね、はい、うん、だから結局さこういう物語っていうのは世界中にいくらでもあるはず、あるはずよ、はい、もう無数にある、まあ、だからこそそのこれビンリュウさんさ、はい、僕っていう一人称で語っていくじゃん基本は。そうですね、はい、だからその僕が、世界中に無数する無数にいる、まあまあ、あなたにこうつながる等身大の物語としてつながるっていう、まあ、パーソナルな視点が同時に普遍性を持つ構造っていうのはある種どこにでもある物語だからなんだけども、はい、才能ある映画監督がいたってことなのよね、その中に。すごい才能まあまあこれから多分もう注目されると思います。いやだからさ、はい、注目されるよね、これ、うん、なんかそのなんだろうね、なんかもうちょっとびっくり しました、はい、この映画に関してはこんな映画ができるのかって。そうですよ、もう、うん、いつもこれ実写ですかこの映画、本当劇映画かもしれないと思うんですよ、うん、そうそうそう、で疑うぐらいよく、ね、疑うぐらいよ、はいはい、うん、であのさっきさあのアカデミー賞エミー賞で感じで言うと、はい、オバマ前大統領が今年の映画ベスト10に選んだって書いてんじゃん、はい、これさっき多くない？多いです多い、本当にアメリカファクトリーももうソロにめっちゃ多いよな、はい、もうベスト10、10作超えてるぐらい、はい、最近だからそのオバマさんが年間ベストムービーの一つで選出したっていうのがアメリカ映画の宣伝では本当によく使われてて、まあ、全部アンチトラップ的な映画なんですけど、これ確か2018年の作品らしいですね。じゃあミッドナインティーズと同じ、はい、同じ、言うの忘れてた、はい、これね、はい、この中にキッズ出てくるの見えた？見てない、見てない、見てない、チラッとね、チラッとです、真ん中あたりにテレビに、だからまあいわゆる DVD かなんかで見てると思うんですけど、キッズ見てるのよ。これも撮れたのはすごいですねそうそうそう、キッズ見てるやんと思って、はい、こっちはあれか、だからその完全にオマージュでハーモニコリも出てくるでしょ、はい、見つけられなかったけど、はい、こっちはたまたまキッズがテレビに映ってる、だから2本はぜひ合わせて、つながるつながる、これ続きいいですね、うん、はい、ぜひ合わせてご覧くださいっていう感じですよね、はい、はい、っていう感じか。そうですね。で、枠外と言いますか、うん、枠外と言うと失礼だねそのベスト3以外にも注目作、片っぽしか見てない作品が結構あるん で、はい、でちょっと触れていきましょうか、はい、なんかとりあえず、はい、まずはパワロッティ、はい、な、太陽のテノール、ね、あー、これは 見たいと思ってます、はい、なんせ監督がロン・ハワードロン・ハワードの監督の、ロン・ハワードですよ、うん、ドキュメンタリー意外にも、はい、前だから、はい、さっきさ話す前にちょっと調べてたけど、はい、思えばビートルズのそうですね、エイト・デイズ・ウィークか、はい、あれぐらいでしょ、ロン・ハワードのドキュメンタリー、はい、そうです、はい、これなんで急にこんなオペラ、いろいろ調べたんですけど、うん、本作に関してはもともと実写化、いわゆる劇映画したいんですけど、ただパワロッティさんを演じきれる役者さんは、うん、多分この世界にはいない
それぐらいすごいんですか、彼は。で森さんってパラロッティさんの印象とかないです、よく知らない、ない名前しか知らない。なんかあれでしょ、はい、だからそのいわゆるもう本当に国を代表する、はい、なんか神の声みたいな。国を代表するっていうよりは、うん、私も中国、まあ、中国といろいろ中国であのイベントとかライブもやったので、うんうん、割とあの中国でよくあの、まあ、報道されている、注目されている方なんですけど、まあ、オペラ歌手ですけど、はい、でもあのイメージとしては、うん、オペラ歌手っていうよりは歌手ですね。偉大な歌手、偉大な歌手か、あの、まあ、オペラ歌手なんですけど、でも中国の普通のおばちゃんでさえ知ってるぐらいの国民的な有名な歌手で、で世界三大オペラ歌手あるんじゃないですか。はい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 、はい、その中でもパオロッティさんはダントツにあの全世界に知られているので。あとの2人って誰なの。あのドミンゴさんとあの、うん、カレラスさんですね。あ、中にも出てます。出てくる、はいはい。そう聞くと僕オペラの知識ほんと少ないなって今更ながら痛感するな、はい、そうか、ちょっとやっぱり見て勉強しないと。コーヒーがね、今回あの改めて見て、うん、とんでもない奇跡な人だなと思いましたね。もう結構周りなくなってるんでしょ。あ、まあ、なんか今回の作品に関しても、うん、あの亡くなって10年の記念のプロジェクトだから、うん、ボノ出てる、はい、いろんな有名人も出ていますし、はいはい、で映画の中でも結構愛人、前の妻、なんか娘さんも出ていて、ね、まあ、こういういわゆるスキャンダルもたくさんある方なんですけど、イタリア人、それは普通にもう超えてます。これどうでもいい感じになっている方になっているので、本当だ、まあ、映画館で、うん、あのその声を体験しつつ。あ、そうですね、はい、それあとダイアンナさんとの交流も結構いろいろ描かれましたので、うんうん、そうか、やっぱ面白そうですね。そうですね、うん、まあ、一人の歌手が、まあ、あの時代だからまだネットはそこまで普及してないので、いろいろこういう、うん、キーパーソンと、まあ、中国も切ったり80年代ですよ、切ったりとかをして、うん、でダイアンナさんとも仲良くなってる。今だと結構複雑な格好になるんじゃないですか。確かに政治的に、うん、そっか、それもじゃあある、はい、含めて、やっぱちょっと伝説な人なので、いいね、ぜひ。あ、見ます。お時間がございました、皆さん、はい、私も見たいと思っております、はい。あとは何かありますかね。あとなんか個人的に趣味なんですけど、はい、これはもう偶然中国で大ヒットしたあのテレビアニメシリーズなんです、はいはいはい、これは劇場版なんで、働く細胞っていう作品なんですけど、中国で大ヒットしたの。中国大ヒットしたんですね。でこれはあの来年あの放送される予定 の、 あの、うん、テレビシリーズ第2期のそういう特別先行上映版みたいな感じなんですけど、いわゆるあの細胞たちが人間の体をなんか健康に保つために奮闘する、はい、そういう擬人化する作品ですけど、はい、ちょっと僕はあの漫画であったでしょ。漫画でなんかあの、まあ、普通に分かりやすいで勉強できますよ、うん、ちょっとなんか体内のこういうことが、うん、白血球とか、うん、赤血球とか、うん、そういう話をあの分かりやすくあのアニメで表現できた作品なので、はい、あのまあ、まだ夏休みが続いている方もたくさんいらっしゃるので、うん、お時間がある方は面白い、面白いですね、はい、うん、なんとなくこのアイデアだけ見たらピクサーとかやりそうだな気もするんだけど、そうですね、もう中国国内も非常に高評価なので、うん、はい、楽しみにしています。あとね、チラシはないんですけど、はい、僕見たやつで言うとね、はい、ファナティックハリウッドの競合者っていうのは見たんですよ。私見てないんです。あれね、9月4日だったと思うんですけど、はい、まあ、ジョン・トラボルタが、はい、あのファナティックな競合ぶりを発揮する映画オタクを演じるんですけど、まあ、あの出落ちかっていうぐらい分かりやすい役作りをしていただいて、でもなかなか面白い映画で、まあ、スリザー仕立てで本当ミザリーとかをね、引き合いに出すと分かりやすいんですけども、まあ、そのファン の、 あのちょっとエスカレート暴走というものを映画、主題にした映画で、ただこの映画のとさ、あのワイルドレースっていう映画でトラボルタさんがゴールデンラズベリー賞受賞しちゃってるんですけどね、これがちょっとまああの
もう受賞してから入ってきてるから、はい、まあそう言ってもいいんじゃないですか。そうそう、でもまあそれもどういう、うんうん、ある意味すごいからね。そう、面白い演技をしてて、でこのあのファナティックの監督さんがあのリンプビスキットっていうロックバンドのボーカリストのフレッド・ダーストさんで、まあ、この人はもう3本ぐらい映画監督としても監督されて、あのアイスキューブ主演の奇跡のロングショットとかね、あのもうちょっといい感じでキャリアもそっちも築いてきてるんで、まあまあこれこそ お時間のある方は見てはちょっと面白いんじゃないかなと思ってます。あとは私見てないんですけど、うん、この韓国映画 の、うん、あのホジノ監督、あの8月の、はい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 、の、まあ、最新作、うん、久しぶりの最新作で、うん、しかも役者はチェ・ミンシクとハン・ソキュルですよ。あ、国民的の2人で、ね、あのセジョン大王、星を追う者たち、ね、まあ、時代劇、ざっと見れば天地明察みたいな。そうね、でもこういうのって割と普通に面白いよ、はいはい、普通に普通に面白いからだけど、もうあの結構あの制作費も半端ないので、うん、あの韓国の歴史、韓国の歴史劇割とどれも一定水準超えて面白いもんね。そうですね、はい、うん、まあ、楽しみにしてます。間違いない、はい、日本映画で、あとあれでもね、藤井道人監督の宇宙で一番明るい屋根があって、はい、あのこれジョーさんご覧になったんですよね。はい、可愛らしい映画、可愛らしい映画ですよね。はい、あの、うん、清原果耶さんの作品です、ね、いよいよ、はい、清原果耶さんがその映画でもさ、あの役者としてはすごい注目深いですけど、はい、映画でバーンとってあんまり、あんまり初主演、初主演なの、はい、意外にもね、朝ドラのイメージが強いからですよね。そうだな、はい、でも絶対にこれからも映画界で確実に見る方なので、もちろんもちろん、これはちょっと見とか、僕まだ見れてないんですけど、はい、ただあのちょっとあの資料を見てて思ったのは、はい、角川配給でしょ、角川、であのコッコさんが作った主題歌をあの清原さんが歌ってんじゃん、アイドル映画、そうなのよ、あの薬師丸ひろ子、原田知世か80年代の角川映画だって思ったのよ。全く同じです。そう、じゃあそれそこでちょっと引っかかってるから、これも絶対見たいと思っております。あとマイルス・デイビスのさ、はい、ドキュメンタリーもあったでしょ。ありますね、パバロッティと並んで、はい、いやいっぱいありますね。クールの誕生ね、はい、クールの誕生ってアルバムがあるんですけど、はい、そのクールジャズの原点って言われて、あのアルバムにまつわるドキュメンタリーってことになるのかな、はい、まあ、それもあのぜひ見たいと思っております。今週は本当にドキュメンタリーが多いです、ね、うん、そうね、行き止まりの世界に生まれてから始まり、ドキュメンタリー3つ、はい、あ、ケヤキ、ケヤキもそうだから、すごい、本週9月4日の週すごいよな、すごいです、なんか えらい夏休みより充実すごい週なんで、結構ね、ちょっとベスト3ではもう抑えきれないぐらいありましたから、ぜひ、はい、いっぱいたくさん見ていただきたいなと思っております。まあ、こんなもんですかね。そうですね、はい、では今回は以上ということで、はい、皆様今週も良き映画ライフをお送りください。また来週どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。